Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. This is one of the biggest mystery in the kingdom of Thailand, Koku Prasattam. In Japanese, 皆さんこんにちは。今日はタイでも最大の謎の一つ、Koku Prasattam という、まあ、寺院があるんですけども、そこのピラミッドについての謎について話したいと思います。タイのあちこちを探しまして、このピラミッドを見つけました。場所はですね、今これからおし示します。中心がタイですね。プレハビヒアですけども、カンボジアとの国境になっています。ここがプレハビヒアです。ここがアンコールワットです。Koku Prasattam というところですね。はここにあります。ジャングルの中です。といっても小さな集落は周辺に見ることができます。やってきました。ここがKoku Prasattam です。この寺院はピラミッドはですね、大変な謎を秘めています。もし皆さんがこのピラミッドの謎を知ったら大変驚かれると思います。これがそのピラミッドです。タイにあるということです。ここですね。まあ、このタイのこのKoku Prasattam の謎につきましては、続くビデオ315の方で詳しく述べますが、もう一つこの、というか、このそれに関連してこのピラミッドには謎が隠されています。これからそれをお見せいたします。このピラミッドを今登っていく人がいますが、まあ、これを人と比べてもこのピラミッドの大きさが分かりますね。それからお気づきだったかどうか知りませんけども、後で関係してきますが、あのピラミッド の, 階段がですね、あの一つの段から段までちょうど10段ありました。少し記憶に入れておいてください。実はこの道が問題なんですね。参道と言ったらいいんでしょうか。フロントアプローチです。これをこの道に注目してください。この道です。この道がですね、どこへつながっているかということなんです。そこで私はこの道 にですね正確に線を引いていました。あの Google Earth 上でこの白く見えるのが、白く見えているのが道ですね。そしてこの角度、岸角度を 74.41 という数字を出しました。いつもは逆にやるんですけども、今回はそういう手法じゃなくて、まあ、正確に道をですね、というか中心を取りながら、そして岸角を求め、その岸角に応じて、応じててますに、が示す方向にですね、線を延長してみました。中央の黄色い線ですね、斜め右の上の方に上がっています。74.41 と書いてあるのがその線です。でどんどん引いていきます。で 74.41 を守りながら線を引いていきます。するとですね、まあ、これで約2万キロ近くなってきましたので、 Google Earth ではこれ以上の線は引けません。でここで止めますが、もう見てわかりますね。まあ、多少の誤差はあるのかもしれませんけども、ナスカを向いているということなんです。そこで今度はナスカから逆にこの線に向かって線を引いてみます。ちょうどここで、まあ合うわけですね。まあ、ややこうと言いますか、もともとの参道フロントアプローチからの線が誤差があったせいかもしれませんけども、ややこうなってますか、曲がってる感じがしますが、問題はなぜナスカかということなんですね。間違いなくこの線はナスカを向いています。というふうに考えていいわけですね。ではなぜナスカなのか、これから皆さんに驚くべき事実をお話しいたします。
まさに世界の謎、古代文明の謎を解く一つのヒントに間違いなくなります。Thank you very much for watching. Bye. なお言い忘れましたけども、この階段がですね、ちょうど一つのなってますか、あのフロアからフロアまでちょうど10段であるということをちょっと頭の中に入れておいてください。この10という数字が後でまた別の意味を持つようになります。よろしくお願いします。Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. This is a story about the mystery of a pyramid in Thailand. In Japanese. 皆さんこんにちは。今日はタイにあるピラミッドの謎について考えてみます。以前このピラミッドはですね、アンコールワットにあるというふうに誤解しておりました。アンコールワットの紹介ページにあったからです。しかし、アンコールワットで調べていましたが、このピラミッドはありませんでした。その代わり、今ご紹介のこの、ホームページにあったことは分かりました。で、そのページを探してみたんですけれども、現在そのページは削除されております。まあ、このピラミッドはタイのどこかにあるということは分かりました。まあ、ご存じの方はいらっしゃるかもしれませんけども、場所は分かりませんでした。で、調べてみましたら、まあ、ここのようにですね、このページは現在削除されていると、そういうことなんですね。まあ、少なくともアンコールワットではない、しかしタイにあるということなんですね。このタイのピラミッドがですね、実は以前も調べたことがあるんですけども、なんとテオティワカンのメキシコですねのピラミッドとそっくりなんですね。あの月のピラミッドっていうのがあるんですけども、1万5000キロ離れているんですよ。1万5000キロ離れていて、まあ、到底当時のてか今も昔もそうでしょうけども、あの人がですね歩いて行き来できる距離ではありませんでした。これがあのテオティワカンの月のピラミッドです。このピラミッドと先ほどのタイにあるピラミッドと比較してみます。これはテオティワカンの月のピラミッドですね。あの参道のまっすぐあの突き当たりにあるピラミッドです。で、このピラミッドをですね2つ並べてみると、その何て言いますか、よく似てる様がよくわかります。この矢印のところ、組み立あのいわゆる建設の仕方ですね、基本的なベースは同じです。ただ中央の階段の幅だけは違います。幅と手すりの幅は違いますが、あとは全く同じと断言していいかと思います。で、タイのあのピラミッドはですね、アンコールワットもそうですけども、あのもともとは平らであったんでしょうけれども、そこにいろんな、ね、造作物を作ったり建築物を作ったりして、後の王たちが自分の権威づけのために利用したというような形跡が強く見られます。まあ、そういうことも考えてこのピラミッドを比較してみてください。あのなんて言いますか、段のそれからの組み立て方ですね、それからこの手すりのなんて言いますか、その途中この左の方はですね、あの平らになってますが、あのテオティワカンの方は段になってますね。まあ、ここに2本のそのダブルの線が入ってるっていうところまであのそっくりなんですね。これはあのただ単なる、まあ、偶然という言葉も聞き飽きましたが、これはアンコールワットのピラミッドなんです。で、これはあの写真が簡単に手に入りましたし、間違いなくアンコールワットのピラミッドです。上の造作物は私は後でつけたと思います。で、これがあのテオティワカンにあるあのピラミッドの前にあるプラットフォームですね。当然 UFO の発着台ということになります。で、この発着台とですね、まあ、これはあの階段の数も調べられますが、あの発着台と先ほど のよく似てるんですね。これがまたアンコールワットのそのいわゆるピラミッドですね、と、でからあのテオティワカンにある発着台が同じなんですね。そして今度は階段の数を調べています。左がテオティワカンの月のピラミッドです。右の方が、あのタイのどこかにあるピラミッドです。これがあの10段10段、途中から途中までが10ステ10段で、あの石の数が同じなんですね。あのそこから下はあの10段と9段と11段ですけども、手すりから手すりまでが10段ずつになっているわけです。まあ、この数、これは偶然の一致と言ってよろしいんでしょうか。私はそう思いません。で、もともとはこのピラミッドはこうでなかったかと思うんです。それ作り方が不自然ですしね。
あのボロブドールもそうですけども、後でこうなってますか、置いた石の質っていうか色まで違いますからね。あのこれはあの今言いましたようにですね、あの下がテオティワカンのプラットフォームです。上があのアンコールワットの、まあ、プラットフォームですね。この類似性を皆さんはどう思いますか？ただ単なる偶然の位置だと思いますか？というのはですね、あのアンコールワットの近くにはいろんな寺院があります。これがベガンの寺院です。あのこれはムラウクですね。あの順にあのインドの方から拾ってる感じですけど、これヤンゴンですね。みんなね、あの寺院はねこういう形をしてるんですよ。これはあのその地域東南アジアの特殊性ですね。これアユタヤです。これがアンコールワットですね。アンコールワットもあのこういう寺院がほとんどなんですね。それからプレハビヘアもそうです。そして言うまでもなく、これがボロブドールです。ボロブドールも同じような寺院です。ところが先ほど言いましたように、このピラミッド、このピラミッドと、それからもう一つの先ほど冒頭で紹介しましたタイのどこかにあるピラミッドとはですね、全くこれは似てないんですよね。ボーンとなんて言いますか、テオティワカンの方から飛んできたという感じなんですね。でなぜかという理由はとても簡単のように思います。下があの上に行きますとテオティワカンですね。で下の方がプレビヒアです。あのプレビヒアで、ここにプロスポイント、プロスポイントジャパンがあります。日本への基準線になってますね。それからこれクロスポイントチャイナです。これはやっぱり中国、韓国、あの中国、あ、日本への基準点になってます。ここがプレビヒアです。この線をまっすぐ上へ行きます。まあ、北極は通りませんけれども、北極の近くを通っていきます。そしてどん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 上へ上がっていきますね。そしてあの南アメリカ大陸を横切って、そしてメキシコのテオティワカンへとやってきますが、ここで止まるわけじゃないんですね。このテオティワカンやってきたこの直線はさらに直線に進むと、なんとナスカへとやってくるわけです。もうお分かりですね。プレビヒアがいかに重要な東南アジアにおける拠点であったかということは、これでお分かりかと思います。すなわちテオティワカンのピラミッドとタイにあるピラミッドが同じであっても何ら不思議はないということになります。Thank you very much for watching and see you next time. Bye! Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. Here in this video, I would like to talk about the mystery of a pyramid in Thailand. I have no idea where this pyramid is because I tried to find it, but I could not find it. ButIt is sure that this pyramid is somewhere in Thailand. This is a homepage, a website, which introduced to us the pyramid. But at this moment, the page in which the pyramid is introduced is deleted. This is a pyramid. And I found this pyramid is very look-alike with the pyramid in Teotihuacan, Mexico.So, I'm sorry, I don't know where it is in Thailand. The website said it is deleted, D-E-L-L-E-T-E-T-D, sorry. And this is a story about it. This is a pyramid somewhere in Thailand. But it's very sure, it shows that this pyramid is somewhere in Thailand, not in Mexico. This is the one, but...I found that this pyramid is very similar to that of the pyramid of the moon in Teotihuacan, Mexico, over 15,000 kilometers. You understand? 15,000 kilometers. This is the pyramid of the moon in Teotihuacan, Mexico. Just compare them, compare them with each other, and then you will know they are very look-alike or similar to each other very much.This is a pyramid of the moon in Mexico, right? Just put them together like this. Have a look at this line and the sort of proportion of the pyramids are very similar to each other. Okay, just have a look and compare them by yourself and make sure by yourself that these are very look-alike, very similar to each other. Very strange.Over 15,000 kilometers. Okay? Do you say that this is just a coincidence?
Okay, you may say so, but I will give you more evidences or a fact. Okay, have a look at here. The sort of a concept of the construction is the same. But why? Over 15,000 kilometers. Was it possible to construct such a similar or nearly the same plummet and over the distance? This is the one in Angkor Wat. This is sure. I found this in Angkor Wat, Thailand. And this is the platform in Teotihuacan. And these two are also very similar to each other. And of course, this is a sort of platform for UFOs or aliens flying craft, so similar to each other. How come? This is very strange. And I just examined the steps of the pyramids, two pyramids. The left one is Teotihuacan, the pyramid of the moon, and the right one is the one in Thailand. Each got the same 10 steps between them. It is just coincidence? 10 steps, just count them. And this is the pyramid in Angkor Wat. And there used to be no building on the platform, I'm sure, because in Southeast Asia, kings later of days they constructed their sort of a symbol of sort of a authority like this. So they are so much look alike to each other more. What do you think about this similarity? Is it just coincidence? Or not coincidence? It is up to you whether you you think it is just coincidence or not. But around in Southeast Asia, these are the sort of temples, and they got a different shape of buildings. Or these are Merak, Yangon, Began, and have a look at the temples around Southeast Asia. They are different from the pyramids I have shown you in this video, right? These are temples in Southeast Asia, and this is one in Borobudur. But these two pyramids are quite different from other temples in Southeast Asia. Why? Why do they have such a pyramid in Thailand? The answer is very simple, I think. I say the reason seems to be very simple. Okay, have a look at this. This is Earth. Teotihuacan. This line will take you to Teotihuacan up to the north, via the North Pole. This is correspond Japan, which is a datum point for Japan, and this is a datum point for Asia, correspond China, and this is probably here Thailand, just near Angkor Wat. Antipode of the East Island is Alaska. Anyway, this is the prep here. Have a look at this yellow line. This line will straight go up to Teotihuacan. This is Teotihuacan, Mexico. Upside down. The earth is upside down. Be careful. Anyway, this is Teotihuacan, and the line will keep going on to now, ladies and gentlemen. You know where the line comes to Nazca. So, Nazca, Teotihuacan, and Playhavier is on the straight one line. This is why you find the same pyramids in Thailand and Teotihuacan. Thank you very much for watching, and see you again next time. Bye.